怖い怖い怖いからよいしょよいしょよいしょじゃない食らってないから今多分よいしょ笑うと楽しそうどうしたでかあ榊うわ出た汚いやつあそういうことな、うん、誰かがいるんですよビビらないでくださいよさあ一人称で言ってみましょうなんかビビったあかん言うたらなんでビビった今トワじゃないよな急にトワじゃないよ対岸でこいつらだるいな確かにっめっちゃいないめっちゃいるなもう俺死んだ諦めるわいや早いよだめっちゃいいんだよおお囲われてないかごめかごめされてるんで、うん、どうしたらいいの撮ったらいいの写真おぉ、めっちゃ食らってるんだよ。適当に撮ったらいい。あ、ちょっと待って、カメラがない。え、死ぬで？ピンピンってなってるから、多分そのタイミングでやっぱ写真撮んなきゃいけない。あ、そういうこと目惜しいってことだね。ほら。こんなん。で、行こうか、別にさ。うん。あ、ほ別にさ、突っ込んだんじゃん。オラ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 って。おー、ちょっと待って。ついてくるんじゃない多分。ついてきてるやん。うん、どうしよう。もうだからそれ、あれを撮る、写真撮って撮るしかないんじゃん。ピンピン言った瞬間あるやん。そうそうそう。あ、手や。そうそう、つないでるとこをまあ、剥がすっていう。つないだ手を離さないで。離さないで寂しいじゃないでもこれ一人ずつ倒していくしかないそういうことね、うん、一匹一匹はそんなに強くないってことやなそういうことやろじゃあま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 あそうかもね回避って出てるえいや回避って出てたから回避してよ本当にうんよいしょさよならおぉ、いっぱいいる。火事の暴力はあかんて。ちょ、マジで。めっちゃいるな。火事の暴力嫌いやんけど。あ、でもこれで、今一体。うん。終わった、ね。これでもう手つなげへんくなった。お前らは終わりだ。うん、お前らは言えなしだ。あ、普通にもあんまり。いや、救助式じゃん。お前。やってもうたやってもうたなんかよくらな思ったんや弱いな思ってたんや死ぬってやばフィルム足りるんだこれ足りひんな楽勝で足りひんみ来てるこれあれやなきついな飛んでくるやつ、うん見つけなあかんそうだね、なんか仕掛けてくるやつあまあでも捕まった方がこうやって倒せるし、ね、逆に死ぬ全然死ぬまあでも石さっき拾ったしな一回しか死ねないからね無敵や無敵うんしっかりしたまた一体倒したねあと2、3体ぐらいお、うん、どうどうすかお、どうした来た、俺の時代来た来たあ、オッケー倒したね勝ったビビったあかんで言うたのに知ってたなやっぱ急に出てこられるね急にっていうか、ビビったあかんでって言うと。うん、また戻ったらいいんかな。あ、どうなんだろう。寝てるの。うん。なんもないな、ここ。うん。また戻ろうか。か、そうだね、まだ戻ろう。じゃ、
よいしょ。視点、うん、な覚えたやろ、そろそろ。長いな、それにしても。うん、毎回結構な敵が出てきてるからね、数。40分もやってんだよ、この回。こういうシーンがあるしやろうな。ああ、まあまあまあ、それは確かにそうだ。うん、ひそかの部屋。ひそかさんの部屋ね、確かに。ああ、次はまたひそかの部屋か。うん、行ってみよう。行ってみようか。サクサク行こう。どんどん行こう。あ、そっち右、右、右、右。ん？何？え、右の部屋、そこから出よう。知ってるよ。どっちからでも行けるっちゃ行けるんだけどね。でも遠回りになるって前やろ。そうそうそう、あっちから行ったら。そういうこと。せやろ。分かってんや。そっちじゃない。ここやろ。違う。ここやろ。うん。ここやろ。うん。あれ？ここやろ。あれ？合ってるよ、合ってる。ここやろ。そうそうそう。これやろ。うん、この襖のとこやろ。うん、知ってんの。誰かいますか？大丈夫ですか？あ、またなんか落ちてる。確認。はいはい。拾ってですね、それを拾って。もういい、ファンいい、もう、今ファンはいいですもん。なんだ、こいつから出てたぞ、今って。確かに。有効を待つ猫たち。床に古い本を書いた。有根という文字が見える。民族学者、渡来啓二が書いた本。書いた。カゴの中の猫は、生と死の狭間の寛平ちゃん。え存在ね、隙間の存在となり、永遠に生と死を繰り返しながら、ゆっくりと水へと溶けていく。それは、まるで、どこトイレットペーパーのような。書いてない。あ、そうか。それは厳しい痛みと苦しみを伴うものと伴うね、されており、巫女は籠の中で一人山を守る、結界の支えとして耐え続ける、うん、その生きる意志が続くかゆ、苦しむ巫女の魂を清め慰め、柱としてより長く生き続けられるように行われる儀式、それが有根である。一人苦しみに耐え続ける巫女に、婿を目合わせるため生きている男を山へと招き入れる、うん、婿となる男は柱となった巫女から一人を選び、ちぎりを交わす。ほら、来た。うん、男が巫女とちぎりを結ぶその一瞬の間だけ、巫女の魂は現世に帰ってくるんだという。うん、僧侶を、伴侶を得たカッパは、カッパじゃない、ミコで。ミコは再びカゴへ戻る、生と死の境界を支える柱であり続けるために、ミコは有根が果たされるまで一人、カゴの中で選ばれるのを待っている。それは生死を、超越した人の思いのための儀式、自然を弔い、自然を枯れ、恐れ、ね、しかし人を愛し生きるこの国の人々に根付く意思をお見せしているのではないだろうか。何てカメラをなんかどうとか構えてなんか警戒みたいなのが言ってたよね、一瞬。ん、なんかカメラを構えてなんか警戒しなければみたいな、カメラで全員だ、そういうことか、これ、うん。監視カメラでってこと、うん、カメラで確認しようか。いいよ、そういうことじゃないから。そういうことじゃない。ほら、射撃。ツーショット。ほら、神の中の。まあ、俺がこれせへんかったら、ゲットできへんかった。まあ、確かに。俺がこうやって遊び心で、こう撮ろうかな思ったら、こいつの、
癖すごいな。すごいな。今の多分レア写真。かなぁ。やっぱ、カメラ向けなあかんよ、こうやって。うんうんうん。下に戻らなあかんね。うん。任しといて。こっちでーす。違うよ、毎回そこ入るじゃん。ここには何もございません。だから、あえてスルーします。スルーできてないけどね。ここやん。うん。咲いてみよう。ひそか。ユーリ。ユーリじゃない。ひなさきさん親子。うん、誰もいい。ルイ。連れ戻したのいいが。柱を失った山を。どうなる。お。ラム。迎えに来た。この嫁。どこの廊下か。そこ出たとこだね、多分。嘘。あ。やべ。え？え、これ。え、こいつじゃない。なんで俺がそこにいるんだ。おお、ね、ほんで散々さっき入ってた部屋に。2分前の俺や。2分前の俺。ここは前に来たことがある。ここではよく行われていた。あ、ここに繋がったんだ。よし、京都のソックス。え？どういうこと？ワープしたって。そう、多分そう。いうことじゃない？え？カメラ見てたあいつはどこ行ったの？カメラ見てて、なんかあそこ入ったらここだったってことでしょ。でもカメラに自分が映ってたってことだよ。なんか、まあ。世界線教えてくれよ。だっちゃん。誘われた的な？誘われた。こっちは、じゃあ、いざなわれよう。もう一度だ。おー、選びたい放題や。どれ選ぼうかな。あ、しかもほら、あの、白髪の。あ、お前。女の子もいる。これでエンディングで変わっちゃうんですね、多分。やめてくれ。俺はまだ死にたくないよ。終わりか、ここで。鹿宮まで行われていた儀式の本当の意味を知ったれん。生に執着をなくした人々が訪れる鹿宮山。そこは、移しよと隔離よを別場所だった。山を訪れた人々はこれここで、生を終える。その生を水へと返す巫女たち。巫女は人々の最後の思いを見取っていく。そして最後には彼女たち自身が人柱となって、籠へと入られる。箱に入れられる。幽魂とは人柱となって巫女の魂を清め、ね偽りを壊し、二、ねうん、人を棺箱に収める儀式。巫女たちは陰陽へとつながる湖に、ね泉ね沈められる、全ては水とつながっている。ここで。やったエスだ。ここで終わるんだね。なんかもうちょっと引きを持たせた終わり方というか。もう次ラストぐらいじゃん。ねえ、確かに。アンロック。映しよう。間がついたね。というわけで。はい。はい、というわけで、来週は、来週。来週じゃない。次は、花嫁を選びます。はい。あ、週のゼロとか出るのほら、終わりよ。ほんとだ、次最後だ。次最後です。皆さん、結婚して終わります、はい、僕は。結婚して終わります。誰を選ぶかは、あなた次第です。あなた次第信じるか信じるか。あなた次第です。そしてですね。はい、というわけで、はい皆さん、ご苦労様でした。ご苦労様、はい、ありがとうございました。はい、さよなら。